女容儀、字は、よしはじめ、または、造句も、新末の官僚。石膏紹開園兼出身。1859年、里見に合格。その後、河部次郎、総理各国事務が問題人、兵部次郎、李部次郎などの職を歴任し、軍旗大臣に昇進。1894年には、大使商法を加えられた。1894年、日清戦争の直前に、 主戦派と和平派の間で論争が起こったが、和平派の女王儀は、主戦派の王道和と衝突して解任された。1898年、母術の政変で、政大公が再び政権を握ると、女王儀も復職した。女王儀は、エインアキ明と巨影隅を推薦し、両名は、総理各国事務画問題人に任命された。1899年には、女王儀は、 表部将書に任命された。1900年、義和団の乱が発生すると、女容疑は義和団の行動の禁止を定義するが受け入れられなかった。各国の軍艦が天津に到着すると、朝廷では和平か戦争かで議論となった。女王儀、許影墨、縁にあきらと、戸部証書立山、内閣学士連根元の5名は上書して、義和団を厳罰に処し、八カ国連合軍と和平を、 結ぶように主張した。しかし、単軍を抑え依頼は、主戦論を主張して、聖大公も、主戦論を支持したため、上書は受け入れられなかった。7月29日、まず、縁明と巨影隅が殺害され、女容疑にも危険が迫っていることは明らかであったが、依然として、一気健康であった。8月11日、立山、連根本と共に逮捕され、 キー志向で処刑された。三日後、八カ国連合軍は、北京に入り、西大公と公所帝は、西安へと逃れた。十二月、公所帝は、女用ギラの名誉回復を行い、官職を急に復した。1909年、中便の死亡が送られ、石膏省の人々は、西湖に指導を立て、許可ゲス縁エニアキラと合わせて、山中と称した。ありがとうございます。